スメイトの女の子のお風呂場を誤って覗いてしまったある少年の話。1番加害者のび太。ここでもドアの誤作動でござい、ここに来たのは驚いたのさ、わざとじゃない、これは事故だから怒らないと許しよう。まるでこっちが被害者みたいじゃん、なんでそんなにイライラしたりさ。でかい胸ならめっちゃ好きだけど、 A カップのくせにでしゃばらないでよ。減るもんじゃないし触ってもないんですよ。笑い話にしたっていい、傷ついたのならお互い様、醜い争いで仲たがいは嫌だ。そんな騒ぎすぎ大げさ、世の中にはさらに苦しい人が大勢さ。感情的にならないでよ、君には圧倒的に笑顔がよく似合う。男と女ミラーリングできない、弱者と強者ミラーリングできない。70億人70億通り、立場の違い分かり合えないなら弱い方に合わせるべきじゃないすか。2番第三者静かの親。事件にするなんて嫌だな、自然に時間が解決するから。穏便に済まし、おすまし顔で接し、少し普段通り過ごしなさい。先生や親だって大変なんだぞ。ねえねえそんなになんでわがままなんだろう。昔は男子女子一緒のお風呂に入るなんて普通だったんだし、常識そもそも前にも原因がねちょっとあるんじゃないのか。年がら年中シャバと風呂に入りすぎだし、日々の暮らし振り返り反省しなさい。いいのかい、そんな弱い子に育てた覚えはなし。どんな男にも舐められないようにしなさい。セクハラは笑って受け流すもんだ、それが社会に求められるいい女。男と女ミラーリングできない、弱者と強者ミラーリングできない。70億人70億通り、立場の違い分かり合えないなら弱い方に合わせるべきじゃないすか。3番被害者静か。私の裸は私の体、私のプライバシー、私のプライベートゾーン。悪意がなかったら何をしてもいいのかな。大人は正義で苦情塞いでくるよ、世間体の奴隷、私が悪いみたいな。セカンドベイブしてきたりさ、私の心の傷は大丈夫だと。私以外が何で賠償か、加害者や組織ばかり守って、私が我慢すれば丸く収まるって。抵抗しなければ合意とみなすとか、本当は嬉しかったのに押しなとか、おちょくられるのが世間の山。法の下の平等も適当だな、こんな社会では生きていきたくない、誰にも会いたくない、消えてしまいたい。最初の日に戻るとするか。